ゴールデンバレーゴルフクラブは、兵庫県西脇市六野町に広がるゴルフ場である。ロバート・トレント・ジョーンズ・ジュニアゴールデンバレーゴルフクラブは、新たなゴルフ場建設に向け、ノブカズゴルフ株式会社がゴルフ場経営に乗り出した、ことに始まる。コース設計は、ロバート・トレント・ジョーンズ・ジュニアが、工事は体制建設株式会社が行い、年月日、 ホール規模のゴルフ場が開場された。その後、2004年10月13日、信和ゴルフ株式会社は民事再生法を申請。2005年8月20日、信和ゴルフグループ5社が再生計画案を提出。同年10月5日、自主再建型の再生計画案が成立。経営が、信和ゴルフ株式会社から、株式会社ゴールデンバレーゴルフクラブに移行された。 コースは特徴的なのがクリークの多さである周囲の山裾より湧き出るクリークと池が15ホールに絡んでいることである。それに加えてグリーンは大きくことで正確なショットと戦略性を求められる給料コースである。また日本のプロゴルフメジャー大会の一つ日本プロゴルフ協会主最競技でもあり日本選手権大会に相当する 日本プロゴルフ選手権大会などの大会開催の実績がある。郵便番号677-0033兵庫県西脇市六野町浅日野部山線3 5 3の9番地鉄道道路。ありがとうございます。